ギャドルは、銀河漂流バイファムに登場するアストロゲーターラウンドバーニアン。異星人、クプトニアンのリベラリストグループが開発した、宇宙、地上兼用の軌道メカである。これらの軌道メカに感服いたしておりましたところでして、その…我がグループが開発したものだよ。もちろん、いつでも出動できるように、こうしていつも整備してるのだよ。そうでありますか。それではまたいずれ。いずれ。ギャドルの開発。クプトニアンのリベラリストグループによって設計、生産された主力兵器。劇中に登場する異星人のクプトニアン社会では、地球人の植民性侵略によって反地球感情が高まっていた。そんな中、武力で目的を遂行しようとする政府軍、武力を良しとせず、話し合いで物事を解決しようとするリベラリストグループと、クプトニアンも一枚岩ではなかった。本機は、そんなクプト軍に対抗するリベラリストグループによって開発された、唯一の機動メカである。基本、クプト軍の機体には、特定の戦闘状態や任務に特化した強行偵察用、宇宙戦闘用、格闘専用と、様々なタイプの機種が存在している。しかし、リベラリストグループはクプト軍とは違い、十分な予算を機動メカの開発へと回せなかったため、本機のような汎用性の高い機体の開発を優先したと思われる。ジェダ君、君の言ってきた生産ケースの要求はだいぶきつかったが、今のところなんとかノルマを果たしておるよ。無理を言ってすいません。しかし、これも我がクプトニアンの自由のためです。分かっておる。本機は、クプト軍の機動メカの技術をベースにしながらも、地球軍のラウンドバーニアンの技術を転用しているのも特徴。そのため、本作に登場するクプト軍の機体の多くは、作品の性質上、得体の知れない異質さが強調されたデザインとなっているものが多いが、本機は近代的なデザインとなっている。背部には固定翼を備え、短時間なら滑空が可能。短時間ながら飛行能力は高く、スリングパニアを装備したラウンドバーニアンにも飛行追随可能である。背部バックパックをはじめ、肘当て裏などの機体の各所に多数のバーニアを持ち、優れた機動性を持つ機体。大気圏内外兼用のバーニアとなっているため、地上だけでなく宇宙空間でも高機動を誇る。武装は手持ち式の専用の銃のみで、近接専用武器はないものの、劇中ではキックで敵機を破壊している姿も確認できた。なお、クプトニアンの機体の ARV という呼称は、あくまで地球側からの呼称であり、その型式番号も地球連邦軍が識別のために付けたもののため、開発時期や系統を判別するものではない。クプトニアン自身は、クプトニアン側、地球側の機体も含めて、機動兵器や機動メカの呼称で呼んでいる。ちなみに、クプトニアンの機動兵器の原型は、はるか昔、クプト星系に襲来した異星人によってもたらされたと言われている。すごい、戦闘メカだ。目の前で敵の機動メカ見るなんて初めてだよ。すげえってなったく。本物かな、これ。当たり前じゃないかよ。実はプラモデルだったりして。あら、バカ言うなよ。ギャドルの武装。ギャドル専用銃。本機はクプト軍の新型機動メカと同様に、地球側の技術を取り入れている。そのため、地球軍のラウンドバーニアンと同様に武装は専用の銃のみ。機体の機動性、空中性能と合わせて、専用ビーム銃は空中戦において威力を発揮する。他のクプト軍の専用銃によくある、中心部にビーム砲、その周囲からはビーム機銃を発射する仕組みになっていると思われる。ギャドルのスペック。所属、リベラリストグループ、開発、リベラリストグループ、型式番号、ARVK、全長 15.5m、全備重量 28.3トン、動力機、熱核融合炉、主な搭乗者、レアラジェダ、リベラリストグループ兵士など。ギャドルの活躍。クプト
ト星で登場したククトニアンのリベラリストグループのレア・ラジェダラが開発した主力機動メカ。戦闘配置だ。本部へ連絡してくれ。わかった。ジャトルを出すぞ。物語での初登場は第39話包囲網を破れより。機体の基本色はブラウン。劇中ではククト軍第三機動特務隊の隊長ロードガンテツが率いる軍勢とシドミウラの乗るデュラッヘに主人公ロディシャッフルらが追い詰められているところ、救援に来たククト軍のリベラリストグループのギャドル隊に包囲されて救出された。わっ、一体どうなってんだこれ。わかるわけねえだろ。皆さん、うちですか。私です、ジェダです。ジェダさん。あのジェダさんですか。助かった。その後はロディたちのノルバイファムラとしばしば共闘し、ククト軍の機動メカと戦う。これまで味方側の機体がなかなか登場しなかったこともあり、味方側のやられメカの役目を担うことにもなった。ただしククト軍の敵基地を襲撃した際はククト軍の新型機動メカのギブルを多数撃破しているところを見ると、なかなか性能は高いと思える。リベラリストグループの若手リーダーのジェダも闘機に乗って戦っている。ククト星脱出の際は護衛機としてシャトルのカーゴにも積み込まれ、地球との暫定的平和成立後もククト側の軍用兵器として使用され続けた。本機はククト軍の機動メカの中で劇中で唯一味方となる機体となっている。そのためか他のククト軍の機動メカと比べても地球軍のラウンドバーニアンに近いスタイリッシュなデザインとなっているのも特徴であった。以上がアストロゲーターラウンドバーニアンギャドルの詳細である。当チャンネルでは様々なリアルロボットアニメの機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、リアルロボットアニメに関する企画動画など自称楽しい動画が目白押しです。興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。